はい、こんにちは、桜井健三です。今回は治療の決め方についてのお話をしていこうと思います。でこの動画はですね、例えば治療薬とかですね、病気のことは少し話をしてきましたけども、じゃあその病気に向かってどういう治療法を選択したらいいかということについてですね、あまりお話ししてなかったので、今回はこのスタートの部分ですね、この神経免疫疾患すべてに関わるこのスタートの部分についてのお話を少ししていこうと思います。で具体的にはですね、我々の言葉でシアートデシジョンメイキングなんて言葉があるんですけども、このシアートデシジョンメイキングというのはどういうものなのか、そこについて今回はお話をしていこうかなと思っております。で今回の動画でわかることとしては、治療選択の昔と今、それからですね、治療選択の基本となってまいります。今回こちらの3つのお話をしていきましょう。1つ目が昔と今の治療選択の違い、そして2つ目がシェアードデシジョンメイキングとは、そして3つ目が実際のシェアードデシジョンメイキングの流れとなってまいります。ではですね、早速1つ目ですね、昔と今の治療選択の違いからいきたいと思います。でこの話はなんとなく想像はつきやすいんじゃないかなというふうに思うんですけども、昔は医師主導の治療だったんですね。すなわち医者がこの治療をしなさいって言ったらですね、その治療をすると。でその治療の選択っていうのは科学的なデータだったり、医師の経験だったり、そういうもので医師が、まあ、ある意味独断で決めたものを患者さんに提供する。まあ、決して独断ではないと思うんですけど、少し表現をきつく言えば独断で決めたものを患者さんに提供する。で、患者さんとしてもですね、それに逆らえずに基本的にはその治療を受けるしかなくて、そこを拒否すればその病院やその先生との付き合いは終わってしまうなんてことも昔はあったわけですね。ですので患者としてはですね、その医師についていくのか、病院を転々とするのか、どっちかにならざるを得なかったというような時代です。で、医師側もある意味楽だったわけですね。自分の思い描いた通りの治療になるわけですんでね。まあ、すごく極端に言うとですけどね。だけど、今は時代は少し変わってきた。全く逆に近い感じになってきたわけですね。今は患者中心の医療っていう考え方になってきた。患者主導の医療ではなくて、患者中心の医療ということになるんですね。やはり患者さんがいて、その周りにですね、医師がいて、看護師がいて、薬剤師がいて、リハビリ師がいて、ソーシャルワーカーがいて、こう多職種がいっぱいいてですね。で、患者さんはそのいろんなところから情報を得ながらですね、治療を決めたり、治療方向性を確認したり、あるいは治療の状態を評価したりと、そういうことをやっていくというのが、こう今の時代になってきたわけですね。で、そうやって昔なんかは、やっぱり情報があまりにも少なくて、医者がこう言う情報しかなかったわけなんですよね。だからその医者についていくしかなかったんですけど、今インターネットもあるし、SNS もあるし、患者会もものすごい大きな情報、多くの情報を出してますよね。で、なんといってもですね、この YouTube があるわけですよね。だから YouTube をチャンネル登録してない方は、ぜひチャンネル登録をしていただきたいんですけども、まあ、こういうですね、情報をもとにですね、ある程度のことっていうのは今わかるようになってるわけです。で、ネット上の情報っていうのは全てが正しいわけじゃないです。出典がどこだとしても多少違うことはありますし、そして個人個人によって症状の出方も違いますので、全ての症状がこのネットの情報と合致している必要もむしろないわけですよね。ただ多くの情報を取ることによって、ある程度の雰囲気というのは見えるわけですので、それを持った上でやっぱり受診をする。そうすると個々に合わせた情報っていうのをまた新たに医療者が発信して、伝えてもらって、そこからこう治療を組み立てていく。これが今の流れだと思うんですね。だから時々やっぱりどうしてもインターネットの方の情報にぐーっと引っ張られすぎちゃう。こういうふうに書いてあったけど自分は違うんだとか、あるいはあまりにもインターネットの情報とそっくりのような症状になってしまう方もいるんですけども、まあ、それが悪いとは言わないですけども、あくまでもネットの情報は情報。ただかなり正しい情報いっぱいあります。そこに病院に来て、じゃああなたにとって適切な情報、あるいは治療って何ですかっていうことを考えていくのがすごく大事になってくるんじゃないかなと思います。で、もう一つですね、この神経免疫領域においては、専門家が非常に少ないっていうのもあるんですけども、その専門家がどこにいるかがわからないというのもあるわけですね。で、口コミとかネットとかでもある程度こう見えるわけですけども、その中でも今後ですね、学会の方が認定制度みたいなのを作るということですんで、そういうのができてくると、ホームページとか見るとどこどこにいるなっていうのが見えると思うんですけどね。まあ、そこの時代になるまではですね、口コミとかですね、ちょっとそういうところでインターネットとか、
して専門医を探していただくといいのかなと思いますし、例えば主治医の先生に聞いてみるのも一つだと思うんですよね。もちろん全然知らんというパターンもあると思うんですけども、ある程度多発性硬化症はどこどこの誰々先生がとか、重症筋無力症は誰々先生がとか、大体情報を持ってると思うので、少し聞いていただいて、でそこに必要があれば紹介状を書いてもらうというのも一つかと思いますし、そこで情報を教えてくれない、嫌な顔をする、紹介状を書いてくれない、セカンドオピニオン嫌がる、これどこにでも書いてある鉄板のやぶ医者の原則みたいなやつですよね。そういう先生であれば、そこまでですよね、付き合いとしてもね。そこについていくかどうか考えていただければよろしいんじゃないかなと思います。じゃあ2つ目ですね、シェアードデシジョンメイキングとはという話をしていこうと思いますけども、まずこれ定義としてはですね、患者と医師の両方が医学的な意思決定プロセスに貢献するプロセス、難しいですね。これもうちょっと噛み砕いて言うと、医療者が要するに十分な情報を提供した上で、患者の思考とか、あるいは文化的な背景、ライフスタイルですね、そういうものを加味して共に治療を決めていくという考え方、プロセスですね、これをシェアードデシジョンメイキングというような言うんですね。だから今やってることって、特にこの界隈でやってることっていうのは、もうまさにシェアードデシジョンメイキングなわけなんですよね。でこの当たり前の表現なんですけど、当たり前の今やってることなんですけど、これ少し注意は必要で、ある意味こう治療を自由に選んでどうぞと言ってるわけですので、自由の裏には当然義務があるわけですよね。その義務って何かっていうと、まず医療者は十分な情報を提供すること、そして患者側としても十分な情報を理解した上で選択すること、これが義務になってくるわけですね。言い換えれば、医療者が一部の情報しか提供しない、例えば10個ぐらいある薬の中で3個しか説明しない、あるいはその薬のデメリットの情報をあまりに言わない、あるいはメリットが言わない、これは不十分な情報提供になると思いますし、患者側もとにかく一つの情報に引っ張られるように、私はこの治療します、僕はこうしますというふうにですね、全ての情報を見ないでこう選んでいく、これもシェアドデシジョンメイキングにはならないということが注意の必要になると思います。つまりこう両者がですね、近寄って歩み寄って治療を選択していくと、そういう考え方になってくるわけですね。なので当然時間がかかるわけです。で外来でもう皆さんご存知の通り、めちゃめちゃ混むわけですね。本当に申し訳ないぐらい何時間も待ってもらうこともあるんですけども、この1回の診察で全てを決めるとなんてなればですね、もう10時間待ちの人が当然出てくるんで、そんなことはできないわけで、僕の場合はこう複数回に分けてですね、何回かお話をするのか、あるいはもうそれを決めるためだけに実質入院をするのかとかですね、そうやって少し時間をとって治療方針、方向を決めていくということが大事になると思います。で、逆に患者さん側としてもですね、とにかくしつこいようですけど、十分な情報を取ること、偏った情報じゃなくて十分な情報を取って、その中から治療選択をしていただくということですよね。で例えば、さっきもちょっと触れましたけど、ステロイドなんかはその代表格で、ステロイド怖い、だから使いたくないっていう、こう短絡的なラインってあるんですけど、それはわかるんですよ、その通りなんですけど、でもステロイドのメリットってすごくあるわけですよね。その部分もちゃんと天秤にかけて、かけた上で、それでも自分がこの原病によって悪くなるのを抑えるステロイドを使うのが怖い、だからステロイドを使いたくない、これはシェアードデシジョンメイキングによるステロイドを使わないという治療選択肢になると思うので、ぜひぜひこの全体をまず見るということがすごく大事になってくるわけだと思います。でこのシェアードデシジョンメイキングっていうのは、その何ていうんですかね、ポンと治っちゃう、完治するような病気の時には使わないんですよ。例えばコロナとか肺炎とか、ある程度医師主導でこの薬使っておけば治るよねみたいな病気ってあると思うんですけど、そういう時ってどの抗生剤使いますみたいなことってまずやらないわけですよ。だけどこの神経免疫疾患のような、やっぱり完治がなかなか見込めない、そして長く付き合う、さらにその中に治療の選択肢があるものに関しては、このシェアドデシジョンメイキングっていうのは広く行われてて、特に多発性硬化症なんかは古くからですね、行われているということです。これから視神経脊髄炎、重症筋無力症もですね、どん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 とこれが広がっていくということが予想されるというところだと思います。じゃあ3つ目ですね、実際のシェアードデシジョンメイキングの流れになりますけども、まずはステップ1としてはですね、医療者が全ての情報を提供するとい
ということですね。つまりどういう疾患でこれを放っておくと何もしないとどうなると、何年後にどうなると、そしてその中にはどういう治療法があって、この治療をするとこうなりますよみたいなとこですね。そういう情報を提供するわけです。で、時々ですね、こういやいや薬やっぱり怖いから自然な状態でということですね、つまり薬を使わないで様子を見たいという選択をされる方もいます。で、これももちろん考え方でありだとは思うんですけども、やっぱりこのステップがもしかしたら抜けてるかもしれないですね。治療しなかったらどうなる、例えば多発性硬化症は未治療が最大の予後不良因子なんていうぐらいですね、治療しない選択肢っていうのがどこにあるのかなかなか見つけがたいんですけども、この全てをですね、治療しなかったらどうなるってことも含めてちゃんと把握することがすごく大事ですので、この未治療を選択される方、まずはこのステップをしっかりと踏むということが大事になると思うんですね。で、ステップ2に関しては治療のメリットとデメリットになってきます。これはよくある話で、すなわちこの薬を使うとこういうメリットがあって、この薬を使うとこういうデメリットがありますみたいに天秤のかけていく話なんですけど、ここでよくある話がですね、デメリットに目がいくんですね。それはそうだと思うんですけど、この薬を使うと、ステロイドを使うと糖尿病になりますみたいなですね、すごく目にいく。だけどステロイドを使ったらこうなりますよっていう世界観、あとは分子標的薬もまさにそうで、分子標的薬を使ったらこうなりますよっていう世界観があるわけなんですよね。そのしっかりとまずメリットを見てください。メリットを見た上で、あ、こんなにメリットがあるんだったら、じゃあデメリットがどうだろうっていう見方をするわけですね。先にデメリットを見る。あ、こんな副作用があるんだ、じゃあ嫌だな、メリットは、あ、なるほどね、でもこっちが嫌だなっていう考えじゃなくて、いい方を見て、そして悪い方を見て、それを天秤にかけていく。この天秤のウエイトっていうのは個人の性格なんかもかなりあるとは思うんですけどね。だけどちゃんとメリットを見てデメリットを見る、この順番を間違えないようにしていただくのはすごく大事なんじゃないかなと思ってます。なんで繰り返しですけど、ステロイドあるいは分子標的薬にすごく抵抗のある方というのは、このステップをもう一度見直していただくと、薬のメリットデメリットを確認していただくといいですね。そして3つ目のステップが、患者さんの価値観というのを我々とこう共有すると。例えば有効性重視の考え方なのか、安全性重視の考え方なのか、あるいはどれぐらいの頻度で通院ができるのか、お仕事はどうなのか、それから巨人の希望があるのかとかですね、まあまさにそういった希望の部分ですよね、考え方の部分、これを共有することが大事になってきます。つまりこう、我々は情報を提供した、でも自分の中でこう気持ちがあって、これですって決めると、はてと、こっち側はてながついて、なかなかこう情報を一緒に決めたということにならなくて、なんでこの治療なんだろうってなるので、ここでやっぱり情報をお互いにキャッチボールをしてですね、共有していくっていうこともすごく大事になってくると思います。で、このステップを踏まえて、あ、なるほど、そういう価値観があるんだなとなればですね、さっきのステップ2に戻って治療のメリットデメリットの天秤のところに立ち返ると。で、また降りてきて、その価値観の共有のところ、ここぐるぐる回りながらですね、そして治療を決めていくっていうのが一番いいシェアドデシジョンメイキングのやり方におそらくなってくるんじゃないかなと思います。なので、改めてですね、この点滴が嫌だみたいなですね、ドーンと。まあ嫌なんでしょうけどね、それはわかるんですけど、嫌だっていうところじゃなくて、これはあくまでもステップ3の一つの考え方なんで、このステップ1、ステップ2があって、そしてステップ3があるわけなので、点滴が嫌だ、じゃあステップ2に戻って、じゃあ点滴じゃない薬にした時のメリットデメリットと点滴のメリットを比べた時に、じゃあ本当に点滴じゃなくていいのかとかですね、経口薬がいいんだとかですね、そこをぐるぐる回って最後は納得、お互いに納得いくような治療選択をしていただければいいと思うんですね。今回僕はちょっと例えばステロイドとか分子標的薬とか点滴とかそういう話、未治療とかね、それを言う話を挙げてますけど、決してそれが悪者という意味ではなくて、ちゃんとこのステップを踏んだ上でその選択をされれば全くそれは問題ないと思うんですね。まあ、ただ一部の方でおそらくそのステップなしに決めてしまっている部分もある方もいらっしゃるんじゃないかなということで、あえてその辺よく出る、ところのキーワードですね、ステロイド、分子標的薬、未治療、点滴ですね、この辺をちょっとあえて挙げさせてもらったという次第であります。で、ちなみに脱線になりましたが、最後の4つ目のステップとしては、その情報を最後すり合わせて一緒に薬を選んで進んでいくという話になるわけですね。で、治療したらそこで終わりじゃなくて、時々立ち返ってですね、この治療薬でいいのかっていうのを改めてシェアドデシジョンメイキングをしながら治療を確認していくと、こういう流れになるわけです。
まあ、言葉で言うと壮大な感じになるんですけど、まあ、特別なことは言ってなくて、要するにコミュニケーションをちゃんと取って、お互いやるべきことはしっかりやって治療していきましょうと。まあ、そういうだけの話ですね。まあ、でも、それが実はすごく今大事かなというふうに思っております。はい、今回ですね、治療の決め方についての話をしましたが、結論としては、十分に理解と納得した上選択をということになってまいります。まあ、今回ですね、ちょっとこう今までとは違う、なんていうんですかね、少しつかみどころのない考え方によってこう精神論的みたいな話だったと思うんですけど、まあ、少しでも役に立ったらいいんじゃないかなと思います。先日ですね、福岡行ってきたんです。久留米に行ってきたんですよ。で、僕久留米って学生の時に東京から青春18切符持って、でずっと鈍行でずっと降りてった最終目的地が久留米だったんですね。で、そう、時代学生だったと思うんですけど、まあ、何したいわけじゃないですけど、とにかく久留米ラーメンを食べたいと、大砲ラーメンを食べたいと思って久留米まで行って、大砲ラーメンまで食べて、また電車でずっと帰ってくる、そんなような旅をしたんですね。で、当時久留米駅にクジャクがいたような気がしたんですけど、で久留米の先生にも聞いたらやっぱりいたっておっしゃってたんですけど、今クジャクがいなくなってたんですね。で、まあクジャクはまあどっちでもいいんですけど、まあ福岡から新幹線で何分ですか、20分ぐらいですか、パーッと来れちゃって、いや近いなと思ってですね、まあ各駅でもちろん東京から行くから遅いわけなんですけど、新幹線ってやっぱり改めてすごいなということをですね、ちょっと久留米に行って実感したということです。なんか今災害でとても大変そうですので、まあ、福岡の方ですね、ぜひ頑張ってください。これからもですね、神経免疫に特化した情報をですね、じゃんじゃんと出していきたいと思いますんで、まあ、今日のお話、あ、面白いじゃんと思っていただける方いたらですね、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。